こんにちは、ブルーボスです。やっていきましょうか。バイオハザードブリッジ。ダウンロードコンテンツ発売記念ということでね。相変わらずのもう世界が透明化しておりますが、楽しくね、やっていこうじゃないですか。で、こういう、前回ちょっとまあ村を散策しまして、それが終わって、今からね、ちょっとカッパちゃんに会いに行こうと思います。で、カッパちゃんに会うために色々とね、進んでいかなきゃいけないんだけど、あれカッパちゃんに会うに行くって合ってたっけ、これで。合ってるよね。そうだね、まずカッパちゃんに会いに行くんだよね。で、カッパちゃんに会いに行って、で、その後に、なんかよくわかんない巣に入っていきます。急にテンション下がってるけどね。で、こっち行くんだけど、ここはまだ行けないもんね。ここ。そうなんだよな。なぜかここが最初塞がってて、で、ここ行けるはずなんだけど、なぜか行けないという状況になってるんで、まずはカッパちゃんに会いに行きましょう。すごいね。よくわかんない状況になってるよ、ね。あれ？ちょっと待って。早速迷子になったぞ。あれ倒したらいけるやつだね。あれ、ちょっと待って。あ、こっちであったわ。階段登れてるようで登れてないよね、これね。もうね、カドゥが見えてんだよね。こっち行ったら、ほら、あれ？モロいる？サルバトーレ？サルバトーレー？サルバいないじゃん。あれ？テレビ見てるんじゃなかったっけ？モロいないね。で、これこっち行ったら急にモロが現れるってオチでしょ？どうせ。知ら？ほら、現れてんじゃん。モンスターが好きだ。お母様、あなたのために俺は何でも。違う。え？あ、なんか取られてる。これはもらっていく。待ってくれ。それはお母様の大事な子なんだ。あいつのものじゃない。お前、俺の子だ。聞きたいことあるだろ。そうそう、お前なんでそんな気持ち悪いの？お母様の子ってどういう意味なんだ？散らかしてんの？お母様は我が子を取り戻したいんだ。あれだよ、ふざけたこと。頼む。カドゥの梅酒みたいになってるんだ。あいつらにバカにされちまう。どいつら？あいつらを出し抜きたいんだ。一応医者だっけ？もう少しだけ。研究者だっけ？近い。臭そう。その顎に何たくわえてんの？ふふふ。次爆笑してるけど。何がおかしい？バカだな、お前。話しすぎだ。お前に言われたかねえよ。終わりだぞ。入り口を塞いでやった。あー、やばい。塞がれる。俺様のテリトリーだ。カドゥを身につけたらなんかこんなことまでできるんだよね。このバイオハザードが本当にそのハイゼンベルクだけじゃなくて、その全体的にホグワーツの世界観みたいになってきてる感じがするんだよね。で、これ金融塞がれる。埋められてしまう前に脱出を図って逃がすもんか。そうなんだよな。こんななんかさ、こうチリを動かせるような世界になっちまったらさ、よろしくないと思うんだよな。で、これ多分、これを、ぬめぬめってやっちゃったがゆえに、そう、ぬめぬめってしちゃったがゆえに、この扉がバーンって開いて、次に進めちゃうようになって、やつ自身が、もうね、パーに行く、みんなで会うわ、出てる。みんながーだけどね、本来の歌詞はね。はい、降りましょう。あれ、降りれない。よいしょ。で、こっち行った。さあ、久々に、ライカンちゃんと、ハーリーでもしようか。こっち、こっち、あれだから。終わり？激だ、早いー！松明を捨ててまで来たね、今。すごいな。ボートの鍵で、こっち脱出して、いっぱい敵が出てくる。はい、OK。あ、そういうことか。
なんだっけ、小麦粉をまき散らしたからか。お前強えな。お前強えぞ。ほらワクワクすっぞ。あれ、胸骨の完全なんちゃらって前も手に入れてなかったっけ。あ、なんか手に入れたね。で、どっかから出てくる。あっ、よいしょ。叩かれちゃいました。美味しい。あ、ちょっと全然食べない。あれ、いる。あと久々に叩かれちゃったね。あれ、ここら辺にさあ、魚の切り身は欲しいけど切り身手に入れられないな。あれ、ここら辺にさあ、あったあった、ハードハード。よし、回復。あれ、なんか手のひら傷つけられてたけど、あれどういうことだ。ロケットピストル。あ、装填する前に、登っちゃって。カチャ、カチャ、チャキン。ここら辺でなんかアイテムって手に入らなかったっけ。あったあった。パンタマ、これ降りて、ボートの鍵を手に入れたことによって、変なやつが現れる。ここら辺は、ほんと、こういうところってなんかいつも瓶置いてあるよね。なんか瓶置いてありゃ、なんかそれなりの雰囲気が出ますわ、みたいなことを考えてるのかもしれないけど。あれ？いなかったっけ？あ、いるよね。いるね。あ、残ってきた。うい。あー、痛いな。マシンガンの叩き。一発一発は。大切にうん、大切にはするけど、うん、ダダダダダダダ打たないとは言ってない。あー、欲しい。でも今はまだ届かない。届かないさん、調べる。あー、違うな。半数親方、しばらく船、ん、怪物に船ごと食われちまった。あの怪物の正体は一体何なんだろうね。カドゥーで大きくなったなんかの魚なのかな。そういうオチなんだろうけどな。ということでエンジンをぶっかけまーす。おわおー、すげえぶら下がってる。あれ、こんなんだったっけ。違うな、これもまたあれか、世界が透明になってるからか。で、目の前を、こいつ、ほんとね、これとだって融合するわけでしょ。面白いよね。なんだなんだっていうか、まあとりあえず魚ゲットしに行った。魚もすげえゲットしやすいんだよね、これのおかげでね。この透明世界のせいでね。よし、オッケー。で、違う、こいつか。こっち行くと魚ちゃんが浮いてるんで、でーんでーんでーん。やった、魚の生肉が2個も出てきたか。なんか、あれ、どっか生肉なかったっけ。これで終わり。違うね、まだなんかあるね。どっかに、あれか。オッケー、結晶の塊、まだある。あ、全部だね。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。ということで、パチンコに3万負けてブチギレしてミアのことをハンドガンで撃ちまくったクリスさんに会いに行きましょうか。邪魔します。今日はパチンコに勝てましたか。え、競馬で大負けした。何かが。いくら突っ込んだの。10万。何を調べてる。お前誰やねん。お前も負けたやつか。あ、さすが戦闘の心を持ってる。おい、やめろ。こっち何だったっけ。おとなしくしてろ。イーサン、名前何だったっけ。こんなところにいるとは驚いたな。お前こそ競馬しにこんなとこまで来てるとはな。ここで再会するとは残念だ。クリスか、お前ミアを殺して、次は俺だけが。状況になった時点でもうちょっとなんかね、お声掛けしてあげたらいい。隊長、外で異常な揺れを観測した。なんてギリギリになって追い詰められてから、いや実はさ、きっといいさみたいな。信用不明だが、こういうもったいぶるところがなんかクリスを主人公としてなんか微妙だって思わせるところなんじゃないかな。知ってるのか。黙ってろイーサン、お前には関係ない。させさせ。サンプルの分析結果は。やはり得意金とつながりが。ちょっと待って、スコープにしてサングラスもしてて大変やな。こっちに来る。これ以上は首を突っ込むな。おじいさんが47歳になってその体は羨ましいから、私も頑張る。あと17年。
さあどうしよう。なんとか上がってこれた。危ない危ない。お前も何しとんねんここで。やめろ来るな。そうなんだよね。お前こそここで何しとんねんって話なんよな。面白いよねこれもね。お前出口は水中だ。逃げられない。あれ来た道戻るって相手してる暇はない。無理か。モンスターの水だ。ダメだ、もう遅い。ミランダ様はすでに儀式の準備を進めてすごいある、ね、お前はその時間稼ぎ。頭が半端ないんだな。お皿でなんてことを。この時点でもこいつここでボコボコ持っちゃえばいいんじゃないの。この俺なんだ。一緒になるってないから大丈夫。自分で何の話だ。追い込まれちゃって中に入ってて。目の前に挟む。つったね。つったね。お前なんか変だぞ。本当になんか心の底から多分嫌悪感を表してると思うんだよね、イーさん。どうして、ママ、どうして。どうしてもこうしてもねえでしょうよ。あなたが適合してないからだよ。これで、あ、そうだ、これであれだ、急いで逃げないと。で、餌だと勘違いしたあいつが、やばい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 、急いで行かないと、後ろから、なんか、おー、資材がいっぱい飛んできてる。この位置からだとさ、あの下の足場の高さ的に多分思いっきり膝打ったと思うんだよね、これ。いて！あ、すごい、ちゃんと水面の波打ち方が半端なく綺麗。足場を作ったもんですね。足場じゃねえ、足場だね。よし、じゃあいい具合に進めたんじゃないですかね。あんなのどうしたら。モローの診察診療所、なんかこういうところにあると。月の影間を集め、水中に出口があるって。泳いでる泳いでる。おう、調べる。まあまあそれはいいや、まだどうせ無理だからね。よし、じゃあちょっとだけアイテム整理というか、まあいらないアイテムね。お前寝とったやろ今。寝てたね完全に。おはよう。目覚めた？頭ポリポリしてるけど。どうした？難しい本でも読んでた？なんか言ってよ。寂しいじゃん。寝たからにちょうど暇していたところです。寝てたくらいだもんね。どうしよっかな。まあ、あ、結構でもあるな、アイテムな。じゃあ、売っていきましょうか。で、これ、あ、これ1万もするんだ。へぇ。ライカの結晶としては完全な状態。あ、結晶そういうことか。へぇ。ちょっと待って、これで売って。もう不満で？妥当な買い取り価格ですよ。あ、まあそんな気はするけどね。とりあえず、ちょっと一個一個のアイテムそんな、あ、言わないに何も。これはどうだろう。これなんか言う。言わない、対して言わなかった。高額買い取りアイテムなのに、あれだね。対して何も言ってくんないね。あ、魚の生肉は手に入ったから、これで料理ができるはずだね。何ご不満ですか。あ、そうだ、しょ。そんなに嫌か。ごめんね。それショットガン撃ったんだから、ショットガン持ってたって仕方ない。これで結構スペース空くんじゃねえか。15発で1束ってなんか、寂しいもんがあるね。あ、ちょっと待って。めちゃめちゃショットガンあるぞ。こんなにあったのか。で、炸裂弾もいらないと。OK。ふん、こんなものを買い取りましても。めっちゃ怒るやん。そんなこと言わないで。新商品が入りました。マジで？何新商品って。これ？ショットガン？でも今ね、全部あるからな。それよりも、ステイク、ああ、なるほどね。いいな、いいな。なるほどね。ただ、今は、こっちの方がいい。これがあなたの力。OK。これがあなたの何？あと2万パーツあれば、あれか、2万レイか。こっちにしようかな。武器改造もしたいところなんだけどね。
まあ今やっちゃったら多分一瞬で枯渇してしまうから、よし、じゃあ食材で、どうも、さあ作りましょう。パカチャパ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 チ食べれば足取りが軽くなります。まさか極寒のこの土地でこれほどの料理にありつけようとは。うん、作ってくださったのはあなたなんだけどね。非常に食材でした。どうも。いいえ、じゃあまた一緒にご飯食べましょう。ということでね、最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。次回は諸戦なんとかクリアするとこまで行きたいね。はい、じゃあまた次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタン、グッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。